その点ではどちらの、ね、ファンの皆さんも緊張感が走っているんじゃないですか。はい、さあいよいよ両チームの選手がピッチに入ってきます。場内に緊張感が漂い始めました。両チームの選手が間もなくピッチに足を踏み入れます。セレッソ山口、そしてビアティン加藤、両キャプテンを先頭に今両チームの選手がピッチに足を踏み入れます。ビアティン桑名、今日は、アウェーのビジター用のユニフォームで登場です。両チームの選手が握手を交わします。それでは上田さん、両チームの注目選手なんですが、まあ、誰になるでしょうか。まずはセレッソからお願いします。そうですね、セレッソはまず最近、ね、成長著しい、それがこれからの、ね、日本を引っ張っていくのではないかという点で南野、はい、ですよね、はい、注目してみたいと思いますね、はい、そして一方の、まあ、挑戦者の立場になると思うんですが、まあ、ビアティン桑名は、まあ、誰になるでしょうか。そうですね、非常にまだ若いんですが、タレント性を感じるところとしては、センターバックのジブリンですね、はい、ナイジェリア国籍でという形で、若いんですけど、なかなか対応を含めてしっかりしたボールを落ち着かせて右サイドへ、この位置に酒本、右足で空想を上げてくる。ここはジブリンのセルスにボールが出るが、ここでジブリン前線に大きく振り出します。さあこの位置には酒井、スルーパス、右足のシュートが上がる、決まった。先制ゴール、先制ゴールはビアティン。一旦戻してジブリ、さあビアティンがここで縦をジブリのカット、このボールもジブリがカットです。縦にここにはジブリがいます。ディフェンダージブリの対応、192センチある長身のディフェンダーなんですが、この足元の技術もがクリアしています。南野中に入れるが、ここはジブリン192センチ、さあ右コーナーキック、高いボール、ジブリン、ジブリン、ジブリンの勝ち越しがある。ビアディンクアナ後半の19分勝ち越しがある。ビアティンが勝ち越しました。いや、これはすごいことになってきました ね、 ねえ、三重県社会人リーグに所属しているビアティン桑名がリードを奪っています。先ほどのシーン、いや今のは多分石川だと思うんですけど、これトラップミスだったんですけど、それがやはりこう吸い込まれる。後半の25分が経過しています。ここで南野が行く、ジブリン、最後はジブリンの対応。そうですね、やっぱスペースじゃなくてその足にきちって、ここはキム・ジンヒョンが大きくクリア、ジブリンすいません、感動かわして左足のクロス、ジブリン縦に落として、交換、ジブリン、ジブリンがクリア。セレッソ南野のコーナーキック、ニアサイド、アルカシ縦に長いボール、ジブリンのヘッドでクリア、安藤のクロス、ジブリンのクリア、サポーターの声援がひときわ大きくなります。セレッソのコーナーキック、高いボール、これまた長いボール、このボールはジブリンがカット、ボールを欲しがっているその南野か、細かいパスをつないで
ジブリン。態度はありません。南野、ジブリンの対応。ああもう終わりかって自分たち相手に思わせるってそういう戦い方もやっぱ必要なんですよね。このアライブが入ってテンポも変わって、はい、そしてこの4点目と結構精神的にこうかなり厳しい状況です、ね、そうですね。ですから、なかなか、ね、最初のところとしてこうセレッソのファンの皆さんショッキングなところもあったかもしれないですけど、はい、やはりこう例えば坂本の起用であったり、はい、それから楠上の起用、そしてダイレクト、こうストレートで来るっていうのを防げますので、そういう細かいところが必要かなと思いますね。ジブリン、ここはテクニックでかわしていきます。に入っていってもいいと思いますよね。打てるポジションは自分がこう打てるところ、はい、ないしはもらって打つっていうのをどんどんやってもいいんじゃないかな。特に今日の試合は彼からのシュートなんか非常にこう、ね、大きく影響を及ぼすんじゃないかなと思いますよね。ジブリの、まあ、スタミナ面にも一つ注目して見ていきたいと思います。